皆さんこんばんは。今日はあのサンタさんがハウスクリーニングを募集していたので、サンタさんのお家にお掃除をしに行こうと思います。お掃除のプロと言われた私に任せれば、ちょちょいのちょいですよ。早速行ってみましょう。お物は消毒します。サンタさんのお家にやってきました。軽くお家の様子を見てまいりましょう。血で汚れてますね。ロフトも汚れてますね。書斎は割と綺麗ですね。丸焦げだ。地下かな？地下もこれは掃除のしがいがありそうですね。早速掃除をしていきましょう。まずバケツを用意して2個くらいモップで血痕を掃除して、汚れたモップは洗ってきれいきれい。この調子でどんどんやっていきますよ。ほら、私に任せればこんなもん、私に任せればこのぐらいへっちゃらです。掃除して汚れたので洗って、もう一個出して重ねて運んじゃいましょう。よし、帰りましょう。報告して完璧ですよ。こんなの簡単でした。それじゃお疲れ様です。いかがでしたか？私の完璧なお掃除、素晴らしくて声も出ないでしょ。なぜかサンタさんからはもう来ないでくださいって言われましたけど、それはさておき、お掃除してほしい方がいれば私を呼んでくださいね。どんな部屋でも綺麗に片付けてあげますよ。それではご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。